いやもうあります、まあ、埼玉県から来まして、帰りにお参りしてから銀行寄って1万円取り替えていこうと思います。何か の行事の時には必ず診察、孫にお小遣いも診察。関心あります、すごいあります。なんかみんなにあげたいぐらい。明日12時半から取り替えるっていうから、それを目がけて、1時間ぐらい先に行けばいいかなとか。ああ、私全部ね、親権は取ってあるの。そう、聖徳太子から。何かに使う予定は取る、記念に取っとこうと思って。やっぱり馴染みがあるから、前の人のほら、新紙幣、関心が高いようですが、キャッシュレスについてはどう見ているのでしょうか。やっぱり現金はあまり使わないようにしています。やはりこう数えて出す、それが手間がかかります。私も現金使わない派。だってカードでポイントつけて3万円の商品券とかぐらいつくのよ。そう、だからそれを狙ってなるべく使わないけど、いろいろなカードにはあまりもう年が年だからでしょうけど、現金の方が使いやすいです。使えないし操作ができない、携帯とかだったら操作ができないですね。実感がないので、カードとかキャッシュレスにすると自分がわからない感覚で減っていくのが怖いので、私も現金。私は半々くらいでしょうかね。全然違和感ないし、キャッシュ使うってことは全然。もうでも時代の流れはそう変わってきてますから、やっぱりそれに取り残されないためにはやっぱりキャッシュレスは無視できないと思いますね。はい、新紙幣を楽しみにしているという方もいる一方で、またキャッシュレスも使いになっているっていう方いらっしゃいましたけれども、長浜さんいかがですか。そうですね、やっぱりキャッシュレス、ね、シニアの方にも普及してきてるんで、やっぱりこう新紙幣ってのはどっちかというと使うというよりもなんか記念で取っておきたいみたいな、そっちのイメージの方が大きいのかなというふうに思いましたね。そうですね、はい、シニアの方にも浸透してきているというお話だったんですけれども、日本のキャッシュレス決済の比率というのをちょっと確認していきましょうか。 40% 近くということで着実に増えてきてはいるものの、それでも 90% を超える韓国を筆頭に、中国やオーストラリアなど海外と比べて低い水準にとどまっているんですね。新紙幣の発行はキャッシュレス化をさらに後押しすることに、長浜さん、なるんでしょうか。なると思いますね。と言いますのも、やっぱりね、こういった券売機とか機械を買えるのってお金かかるじゃないですか。なので結構最近はそのリースで借りるっていう人たちって、企業が多くてですね、はい、そうなるともともとキャッシュレスの機能がついた機械をリースで借りるという機会が増えるので、ってことはおそらく今までのキャッシュレスの比率が上がっているのってどっちかというと消費者が使いやすくなっているユーザー側がだと思うんですけども、今回はどっちかというと企業側のキャッシュレス化がこれで一気に進むという感じなんじゃないかなと思います。その企業側の 6月末時点での新紙幣への対応状況というのも確認していきます。ATM が9割以上、そして鉄道やスーパーのレジが8割から9割以上と高い対応率の中ですね、レストランなどの食券機や駐車場などは5割程度、飲料用の自販機では2、3割ということで、この状況、長浜さん、どう見たらいいんでしょうか。はい、これ逆に言うとですね、自動販売機なんでまだ変わる需要がたくさんあるってことは、いわゆるこういったもう機械系のいわゆる特需っていうんですか、これまだこれから出てくる可能性があるのかなと。で、実際に最近出たですね、法人企業景気予測調査のですね、業種別の企業業績の計画を見るとですね、業務用機械が急激に情報収集されているので、おそらくこれは新紙幣の機械の交換の効果かなと思いますね。そのあたりはちょっとマーケット的には、はい、そういったところは注目しておきたい部分ではありますよね。だと思います。はい、さあ、そしてここまで新紙幣発行で経済に与える影響というのを聞いてきましたけれども、改めて日本経済の現状を確認していきましょう。1月から3月期の GDP はおととい下方修正されました。前の期の前期比年率換算で 2.9% のマイナスと厳しい状況です。今回のこの新紙幣の発行やキャッシュレス化が景気を底上げするというか、
浮上を後押しできるという部分は中間さん、はい、あるんでしょうか。まあ、部分的にはですね、例えば機械の入れ替えとかで、まあ、設備投資が増えたりとか、まあ、あとはキャッシュレスの決済の比率が増えればですね、まあ、インバウンドの消費がしやすくなるとか、まあ、そういう部分はあると思うんですけども、じゃあ例えばタンス預金が動いて消費に回るかというと、なかなか多分それは厳しいと思うんですね。となると、まあ、消費まで、火をつけるためにはですね、これ実はさっきね、あの韓国がキャッシュレス決済の比率が9割超えてるってあるんですけど、はい、なんでそんな増えたかっていうと、キャッシュレス決済の所得控除っていうことで、キャッシュレスで買い物をすると得をするという政策やったんですね。なるほど。なので日本でもおそらくそれぐらい思い切ったことをやらないと、まあ、なかなか個人消費に火はつかないんじゃないかなと思います。山川さんいかがですか。いや今の最後の、ね、韓国のやつは私もあのちょっとこう調べたりいろいろしたことがあるんですけど、クレジットカードを使って例えば年収の4分の1ぐらいをクレジットカード使えば、うん、後であの還付があるっていうね、こういうあの具体的なメリットを出すことによってキャッシュレスを推進したわけですよね、うんうん、なぜ日本やらないんですか。